鈴木みのりは、日本の女性声優、歌手、愛知県出身、E、ストーンミュージック所属。小さい頃から歌うことが大好きで、声に関する仕事に興味を持っていた。小学校高校学年の頃に深夜アニメを見るようになり、声優になれば、自分のやりたいことが全部できると憧れを抱くようになる。高校1年生の時にアルバイトでお金を貯め、 高校2年生の1年間は週に一度東京の声優養成学校に通いレッスンを受けていた。2014年末にマクロスシリーズの新作テレビアニメの新歌姫、声優オーディションに応募し、応募者約8000人の中から合格。2016年4月にテレビアニメ、マクロスデルタのフレア・ビオン役で芸能活動を開始し、作中の女性音楽、 ユニット、マルキューレ名義での音楽活動も行う。2018年1月24日、シングル、フィーリングアラウンドをリリースして、ソロデビュー。ゲーム、ときめきアイドルの月島みなと役で、声優デビュー後初めてオーディションに合格する。同年5月21日にオフィシャルファンクラブ、みのりたよオープン。小学生の頃に、友達から付けられたみのりんごという愛称を使っている。 また、その頃母親が考えてくれたサインを今でも使っている。マクロスデルタオーディション最終審査のため上京し、原宿駅からビクタースタジオに向かう途中、ミノリンゴというカレーショップがあることを知り、オーディション本番ではヒロインがリンゴ好きという設定を知り、運命的なものを感じたという。自身がパーソナリティを務めるインターネットラジオ番組、鈴木みのりと笑顔満タンで。 では、みのりんご以外、相性がないことを憂いており、あだ名を幅広く募集している。番組内では本人を、みのみのを、と呼ぶと、タンターン、と返しをすることに、バブ味を感じて良いとして定着しつつある。高校時代は一部の友人から、みのさんと呼ばれたことがある。公式ファンクラブの名称、みのり隊には、セカンドシングルのカップリング曲、小さなみのりの歌詞にちなんで、 大きく実りたいという願いを込めている。ファンクラブでは自身のことを隊長、会員のことを隊員と呼んでいる。公開生放送イベント、みのりほのカレーナの立派な役者にしてください。略してパナ祭り宿一周年、立派な役者になったか披露させてください。スペシャルに登壇した際、マネージャーからリンゴさんと呼ばれることが多いと語った。 最初に好きになったアニメは、6歳の頃に見た、マーメイドメロディーピチピチピッチ。また、声優を目指す前は、茶オの漫画家や、ドールハウス職人になりたいと思っていた。学生時代は、陸上部に所属しており、走ることには自信がある。状況後もランニングを習慣としている。好きな食べ物には、カツ丼とリンゴ。他に、納豆キムチご飯、ツナマヨ、お肉全般。 メロンパンもお気に入りだが、上海で食べた、ハラホの一種、評価ハラ湯の美味しさにはとても感動し、かなり気に入っている。好きな色は、青。好きな花は、アジサイ。好きな人物には、坂本真ー中島愛、柳柳、大泉洋を挙げている。坂本については中学校の文化祭で、誓いをカバーで弾き語ってから大ファンになり、ファンクラブに入会した上で CD を、 全部揃えている。デビュー後は、フライングドッグの所属となったことから、坂本が書いた歌詞を歌いたいという希望が実現した。一番好きな漫画には、津田正美原作の漫画、彼氏彼女の事情を挙げており、人生の教科書として愛読しており、理想の男性像は、同作品に登場する、有馬総一郎。声優デビューが決まった際に、芸名をどうするかで話し合った際に、 主人公の宮沢幸乃から名前をもらって付けようとしたが、諸事情により本名でのデビューとなった。他に好きな漫画家には京町子、クランプ、小川舞子を挙げている。趣味は音楽鑑賞で上記の3人の他に、星野源や坂カクション、ガリレオ・ガリレー青葉一子、北川勝利吉沢香よ子の楽曲も好んでいる。また、 丹下桜のラジオを聞くことを日課として挙げている。そして、自分が感じたこと、誰かとのメールで大切だと思ったことは、メモやプリントアウトしてファイルし、忘れないようにしている。アニソン関連では、坂本や中島のほか水木奈々、宮野守、グランドディオのライブに参加していた。スマホをいじる時間を有意義にしたいという思いから、隙間時間には読書をしている。 おぐりしゅん出演のフールオリジナルドラマ、代償をきっかけに、い岡まどかの作品を読み込むようになり、ツイッター上では、い岡本もと人との交流もある。家族構成は父親、母親と4歳年下の妹がいる。もともと父がアニメ好き、母が音楽好きだったが、母親も声優について調べるうちにアニメファンになり、親子一緒でライブに参加したりしている。デビュー作の、 マクロスデルタでは共演している、西田冒険や瀬戸正美、石川怪人と仲が良い。単身上京したため、知り合いが少なかったが、アイドルマスターシンデレラガールズのライブで共演した、同世代の女性声優たちと親しくなり、こ子とも刺激をもらっている。声優、歌手関連では、中野冴馬や近藤玲奈、井上穂香、田辺瑠衣、岩見真中、森下らな、朝からと交友がある。 朝香とは同じ名古屋市出身の同居という共通点があり、互いのデビュー前に名古屋市内のイベント会場でニアミスしていたこともあったという。小学生当時、青函飛行やダイヤモンドクレバスなどのアニメソングから興味を持ち、マクロス・フロンティアを夢中で見ていた。作中でランカリー役を演じた中島愛に憧れ、ファンとして握手会に参加したこともある。母親も、 マクロスフロンティアが好きでオーディションへの挑戦を応援してくれたという。歌唱審査ではランカの後を継ぎたいという願いを込めて星キラを歌い、結果的に中島愛と同じくマクロスシリーズの歌姫として声優、歌手デビューすることになった。2017年と2018年のワルキューレの横浜アリーナライブではシークレットゲストの中島愛と 青函飛行デュエットした。マクロスデルタの川森正春総監督は、選考理由について、前向きで、アクティブで、フレイヤーの性格に非常に合っていたと述べている。オーディションの応募動画の段階から有力候補の一人だったが、最終面接で受け答えする姿は、シナリオから抜け出してきたのではないかというほど、フレイヤーだったという。鈴木自身も見た目以外は、 フレイヤーと似ていないところがないくらいだと思っている。なお、好きなキャラクターは、マクロスデルタでは、空中騎士団の防具コンファールと、マクロスフロンティアでは、ランカの2位、ブレラスターンである。ふとじは、メインキャラクター、は、インターネット配信。ありがとうございます。